ップは、あ、1枚動いてるか。あ、動いてますね。あ、そうですね、そこそこがあったんで。あ、そうか。はい。見事準決勝大阪2組目最初にトップを取ったのは2ピースさんですね。いやゴリジャーさんもね、難しい選択でしたね、今の、うん、一撃トップを作るには羽マンが必要、2-4からだとカリトンになるみたいな、うん、もう難しいですよね、うん、今のね。さあこのまま2回戦目に突入します。2ピースさん、俺のジャンソーさん、ゴリジャーさんの並びでスタート。ドラはチーピンです。まずまず。まずまず。メンツはないですけど、うん、両面が多いですね。お、ここは。お、ピンズ切らなかったですね。面本だ。一応くっつき見るんじゃないですか。なるほど。ドラフもありますしね。うんうん、ダブルドラで、あそこの周りでドラがね、うんうん、ウーピンチーピン使えるんで。これ一番いらんな。一応ドラ受けとはいえ、みたいな感じ。ね、カンチーピンとかリーチ打ちたくないですよね。外してきましたね、ね、やはり。ペンチーソーと、なんかでしたね。うんうん、まあ、ソース、とりあえずなんかもう一枚みたいな感じ、うん。ペンチーソー外したい。できれば。できれば外したい。その前にとりあえず、リャンソーとか入れときたいですか。そうです ね、 ね。まあ、あとまあ、スーソー、ローソーあたり。うんうん、ああ、いいじゃないですか。チューレンあります。チューレン、あ、行きましょう。あ、急速ポンした。あ、ポンしましたか。これでパーソと何パッソ、はい、何のシャンポン待ち。あの辺反応早いですよね。早いですね。うん、ぼーっとしてたらね、ちょっとなんか、あ、でも2枚目やったんかな。あ、そうですね、うん、2枚目でも反応遅れそうですよね、うん、なんか今重なったところですね。形が悪くないんで、うん、さあこれで、これはつもぎりでしょう、うんうん、つもぎり。あ、そうですね、急走とかも全然ないし、2歩目をしたのが2ピースさんですね。そしてイーシャンテン、うん、三男が出た。南本一ドラドラ満貫ですね。8000点の上がり。あと2曲に移ります。俺のジャンソーさんの親番ドラは3層です。こちら親番の俺のジャンソーさんのハイパイ。お、ゴリちゃんがいい。お、いいですね。はい、ツーピースさんは今一面つ完成だが、しかしちょっと苦しいか。あ、今いいのが入ったのかな。今はチーピンですね。チーピンか、3ピンに見えた、はい、足も3ピンに見えた今、ね、うん、3ピンっぽかったんで、3ピン引きめっちゃ嬉しいですね、はい。関連層は見えてないけど、うん、イーソーがパタパタっと飛んでるんで、関連層も受け自体は悪くなさそうですけどね、うんうん、あ、これでちょっと関連層外していきますか、うん、ただ3層がドラなんで、うん、サブロスを引いてあそこ頭にしたいですよね。あ、なるほど。ちっとい、うん、あ、これどうしますか。これね、イーソー外したいですよね。すか、これテンパイ取りたくないですよね。うーん、イーソーとかいいんじゃないですか。あ、リーチ行った。やっぱ取りましたね。はい、リャンソー。リャンソーが表示牌に1枚、場に1枚、手の内に1枚なので残り1枚ですね。
コアリーチを選択しましたね。うん、表示牌に1枚、場に1枚でドラ3層やったらね、ちょっと自信がね、は初トペ。はい。おかけリーチをかけたのは、2ピースさんですね。青とペイのシャンポン待ち。青とペイは、ペイが場に1枚だけですね。マウンテン3。うん、ドラ表には手かからないとは思いますが、うん、今うー酸素、はい、ここまで待ってるとサブローキューピーになってますよね、うんうん、ピンぐぬぬぬ、まあ酸素が通るんで、うんうん、ヤンピンも通る、ぬぬぬぬ。カウンソだ。はい、玉点。ローピンはプッシュですね。ほう、カウンソ、全パター。あれ、カウンソって1枚だけ？ってことは、マウンテン？あ、2枚ありますね。残り2枚。パソ。スーソが中筋。どうする？チーソーは現物。お、おパソ。押した。はい。さあ、上がったのは？2ピースさんですね。マンガリーチ、青、ドラドラ。マンガ8000点の上がり。管理屋さん見てる。みんな仲良しですね。サブロー9ピン引いたの、サブロッソで一応上がりはあったってことですね。うんうん、あれ結構テンパー外しなんかしたくなっちゃいますよね。そうですね。一旦いい層打ちたいですね。打ちたいですよね。うん、さあ、トン三脚、ゴリジャンさんの親番、ドラはチーピンです。で、まあ、スーソか、スーソだったらいいですけど、ウーソとか引いて、カンスーソも渋々テンパイ取るみたいな感じですかね。うんうん、ピンズが伸びてもいいですし、うん、ね、サブロソ引いたらサブロキューピンになりますしね。うんうん、逆にサブロキューピン引いてサブロソでもいいですし。うんうん、まあ、だからどっちかですよね。もう本当にスピード重視で、その、相手の手を止めに行って引きに行くのか、うんうん、そうですよね。みんな手くちゃくちゃやったらね、降りてくれてなんか大和の勝負できそうやけど、ね、はい、今回まとまってたからね、すぐ追っかけられてアイアンみたいになりましたけど、そうですね、足掛け分かんないですからね、分かんないですよ。これのジャンソーさんがペイをポンしてトイトイぶっ込みいいシャンテン、ペイは1枚目からもう泣いていきましたね、はい、これスーソーがもしかしたら、うん、これが伸びると出るかもわかんないですね、スーソーの部分が、はい、こっちも縦に、これでどうします、シャンポン、カンパチ、カンパチでリーチ、一応カンパピン、ここにある、あ、じゃあもう山にない、ない、はい、もう出ることもない、うん、おいた、いきましたね、まっすぐいきますね。これあのオレジャンさん、こういうのを押しますよね。ねえ。ねえ。うん。もう一回テンパ入るともう、まあ、降りないですね。うんうん。やっぱなんか、テンパイ、なんか、好みの問題っていうか、人に、人、うん、まあまあ、うん、人のタイプが、ですかね、タイプですよね。うん。僕ら、あの、テンパってても、あのなんかこの辺はちょっともう嫌みたいな感じで降りちゃうんですけど、はい、うん、でそれでね上がり逃したりとかもいっぱいするんですけど、はい、さあ一品数相対カンパーピン、パーピンはない、はい、ないので一品数層、数層がでもなくて一品が2枚、一品2枚ありますからね、はい、積もりそう、
これねめっちゃ降りてるとこのねあのパーピンとか後に危なかったんですけど、うん、ウーピンがね筋になった瞬間とかに、うん、全然降りる気配ないですもんね。さあ一品を積もった二役といとい三案一丁羽根マンですね。4,000-8,000の積も上がり見事攻めっ気たっぷりで、ね、普通にまっすぐ押しましたよね、うん、意外と押しにくいんですけどね。ねえ。親のリーチね。そうですよ。しかも、アンパイっていうか、あの、白とかアンコであるじゃないですか。うん、なんか簡単にね、うん、降りようと思ったら降りれるけど、そこをね、無筋切り飛ばして、あ、来ましたね。国士だ、国士。あ、行かない。行かない。何によりツーピースさんの親番ドラ、青です。浮いてる親番ですからね。ここはさすがに国士行きにくいから。うん、あーいいな。えここもいい。俺じゃんもいい。ゴリじゃんもいい。ツーピースさんがちょっと苦しい。チートイツですかね。おイペコが完成。あ見えちゃった。ペン酸素ではいかなかったですね。いかなかったですね。これは？俺行くんじゃないですか。行けますか。リーチに来ました。パーピンとイソコのシャンポン待ち。リャンソはね今パパッと出たんで、うんうん、イーソ良さそうですよね。チュンぐらい行く、ペーぐらい行く。パーピンイーソーなんと山です。山、はい。さあどうする。今じゃあこれでもチートイツでももうチートイツっていうか本イツでしょうね、うんうんうん、これでもいい層止まらないな。え止まんないです。パーピーもどこにも流れてない。 おいいシャンテン、シャンテンですね、うん。お自然に高く高く。ウーパービンサブローソーテンパター、あテンパイ、ウーパービンリーチに行きます。リーチに行ったのは俺のジャンソーさん。ポンしたポンしたのはツーピースさん。ペヨポンして、はい、一品リャンピン全員テンパイ入り目入り目3品。これどうしましょう。こっちに危ないんですよね。あの先行リーチのツーピース、あツーピースさんちゃうわ、ゴリジャンさんには通ってますけど俺のジャンソーさんには通ってない。はい、まっすぐ、まっすぐ行きました、はい、どっちもはないけど、うんうん、どっちか通ってる。はい、うんうん、ああ勝った奈良シャン。はい。二役本一誰だ。奈良シャンって何ですか？あ、並びシャンポン。あのこと奈良シャンって言うんですか？初めて知った。奈良シャン。言いませんか？いや、なんかそれでも前なんか習った気するな。習ったでしょ。奈良シャン。うん、習ったわ。忘れてた。やっぱ並びシャボって強いですね。ど真ん中やったら弱い。いや、ど真ん中でもいいじゃないですか。ほんまに？光景。わー、いい。リャンシャンテンか。はい。何曲一本場。ツーピースさんやバントラはチュンです。リャンシャンテンですけど、いいシャンテンみたいな、うん、リャンシャンテン。うん。ドラがばらけてる感じですか。これは数奏権もやっぱ残しますね、うん。うん。まあ、もちろんですね。はい、おそのスーパーまあまあストレートにね、はい、おおいいですよ。いいシャンテン、はい、サブロ急走いいスーピン、もう 0.5 シャンテンですね。じゃあ、はい、あれは
イースーピンから入れたいな。これサブロキュソーでもいいマシですよ。イーシャンテン、イースーピンもいいマシですよ。リャンピン早いですからね。甘いですね。最品がここに来た。これここでイースーピンリーチ打たれたらこのイーピン出るわ。さあこれはどっかのドイツ落とし、リャンピンを選択。俺はもうリャンピンリャンピンって打たれたらもう無理よ。ただそのイースーピンのイーピンが3枚打たれました、うん、くー、おっ、ちょっとアンヤオとイツリンフいろいろ見ながら、さあテンパーを入れたのはオリジャンさんですね。もちろんスーチーソー 0.5 シャンテンから進まないですね。はい、さあどうする。うん、リャンピンが薄くなってるんで数ピン切りますか。うんうん、か三面ちゃん固定しましたね。はい、あチービン通った。さあ天敗チーピン切ってる。はい、まちはイスチーソー、イーソーだとイツーがつきます。まさかの後手踏みましたね。ねえ、スーピースさん、はい、0.5 シャンテンが全然進まなかったですよ。イースーチーソー対スーチーソー、うん、うわあ掴んだのはイーソー。これが補充になります。リーチピンフイッツドラさん裏が乗れば OK になりました。突破1トバイチロー、なんで続けてくれないですか。待ってたのに。ダメなの、オンステージって言わなきゃダメでしょ。トバイチローでしたね。はい。いや、ゴリジャンちょっと厳しいな。はい。チップが1枚。